はいどうも、走ろうチャンネルです。今日は埼玉県のモンタナスポーツさんに来てるんですけど、隣にいるのがてっぺんのはじめさんです。こんにちは。こんにちは。はい、今回ちょっとお店に来たんですけど、てっぺんの新型の紹介などがあるってことで、はい、ちょうどお店に来てまして、たまたまですよね。本当にたまたま自分も近くにいたんで、で中にいろいろグローブ持ってきてもらったんで、その辺も見ながらどんなのが入ったのか、そしててっぺんのグローブどんなグローブかっていうのも聞いていこうかなと思います。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで中に入ってきまして、今後ろにいっぱいグローブ持ってきてもらったんですけど、まず一つのグローブを使ってですね、まずてっぺんのグローブ、はい、どういうものかっていうのを紹介してもらおうかなと思います。はい、じゃあこれから言っていいですか。はい、 MIE っていう型番なんですけど、ここに型番が入ってます。はい、MIE、 これは2020年の新型。お、新型。新型です。はい、今までどっちかというとてっぺんっていうのはがっつりこう掴むタイプか、浅く広く深くもなるし浅いもできるっていう2つのパターンだったんですけど、まあそれにこうちょっとこうミックスさせた、補給面は RM6 に近い大きさ、深みは ATM2 の深さ、こうじゃなくてひねり取り。あ、ひねり取り、はいはい、コンセプトがもうひねり、はいはいはい、ひねって深めで取るっていうのがコンセプトなので、この MIE の中のパーツを今回持ってきました。でこれ、ここの水かき分かりますかね。この水かきがあるんですよ。通常、はい、こんな風に切り込み深いんですよ。はい、これ分かりますかね。こっちは ATM2 ですか。 ATM2、 RM6 に使われてます。はい、でこっち MIE 専用の中身、水かきがあることによって、これこっち1本動かすと、今中指しか動かしてないんですけど、中指1本動かすと全部ついてきます。あ、確かに連動してこういう感じ、はい、そうです、そうです。でこれが結局は選手がこう掴み取りしやすいような中身の形状にしているということですね。はい、じゃあ結構握力的にはそんなにこう かけなくても大丈夫です。軽くこう握れるっていう。ちなみに ATM2 とかの場合は、はい、これは ATM2 RM6 に使っている部分なんですけど、 ATM2 RM6 っていうのは素手感覚であったり、一本一本こう自由にグローブを動かせるっていうのが特徴になってるんで、切り込み結構深くしてます。確かに。はい、こんな感じで一本一本ずつこう動いてくれるので、よりグローブに自由度っていうのが高いグローブになります。というわけでちょっと今新型見せてもらったんですけど、はい、革自体はどういう革を使ってるんですか。革はですね、ステアレザーとダッチビールキップっていう2種類ありまして、北米産のステアを使っておりまして、ラグジュアリーブランド、俗に言う超高級メーカーさん、アパレルのメーカーさんだったりとかっていうところが使われているような革を使って、でそれをグラブ用になめしているので、すごくこう高級な革を使わせていただいております。なるほど。他のメーカーさんでは使えない革を使っているので、使っている人しかわからないこの良さ、使っていけばいくほどこの手に馴染む感じっていうのを味わっていただけるかなと思います。でこの革もてっぺんレザーとして打ち出してるんですけど、専属のタンナーさんと約2年半かけて開発させてもらったので、他にはないこのタッチ感とかグリップ力っていうのもあるかなと思います。なるほど。はい、ちょっとじゃあ触らせてもらってもどうぞ。いいですかね。はい、確か自分 ATM2 を1回だけ動画で紹介したんですけど、はい、でもその時よりも変わりましたか、ちょっと。はい、あの実は常にですね、タンナーさんの本と打ち合わせを重ねて改良し続けてるっていう、はい、未だに。なるほど。なので現時点での最高レベルの革を日その日グローブにしていくみたいな。なので次の月になったらまたこう改善点が出てきて、それをまた改善していいものを作っていくっていうことをしてるので、はい、まあゴールが明確であり明確ではないみたいな、はいはいはい、その時々にお客さんからの声をフィードバックもらって、ちょっとずつ改良していってるっていう。なので古くからてっぺんグローブを知られているお客さんって結構この色濃くなったなって感じると思うんですね。はいはい、大井さんも、はい、まあ確かに色濃くしてます。なるほど。はい、はい、で色落ちっていうのがね、結構この色リスクなので、まあ、色落ちしにくいようにですね、例えば下地の色って言われるものがあって、太鼓っていう、染色太鼓っていう、あのぐるぐる回る あれの時の色を、今までここぐらいのレベルをここまで上げて、はい、完成形の色ここですね。であれって色落ちって下地の色までしか落ちないので、はい、今まで下地ここだったんでここまで色落ちるんです。白くなっちゃうんです。はい、でその色落ちのレベルをここまで上げてるんで、ここまでしか落ちないっていう。だから以前よりもこう色落ちしにくいグローブになってます。うん、なるほど。これ多分見たら一発で分かると思うんですけど、だいぶ変わりましたね。変わりました。見た瞬間に濃くなったなと思って。あ、本当ですか。はい、で次にですね、型番がいろいろあると思うんですけど、はい、1分半ぐらいずつでちょっと型番を一個一個説明してもらってもいいですかね。分かりました。はい、じゃあ去年からある ATM2、はい、こちらはもう去年からねずっとあるので皆さんのおなじみだと思うんですけど、がっちり掴むタイプ、
結構コンパクトなやつですね。コンパクトでフィット感があって、はい、がっちり掴めるタイプです、はい、ちょっとはめると中のパーツも結構小さくなってるので手の小さいお客さんでも使いこなせれるグラブになってます、うん、でこうがっちりこう5本の指で全部の指でこうがっちりこう握り込んでいくタイプです。なるほど、はい、ATM2 これが ATM2 です、はい、で窓はやや広くなってるので軽量感もあるグラブになってます、まあ、ここが狭くなればなるほど革を使うパーツが大きくなるので、はい、重量としては大きくなります。あ、なるほど、ここまで来るとそうです、うん、これが広くなればなるほどグローブって軽くなるので、はいはい、これはまあちょっと広めのグローブです。なるほど、 ATM2 はい、はい、で次お願いします。次先ほど紹介した ATM2 の 5mm カット HBK、はいはい、という型番ですね、うん、はい、これはですね中学1年生だったりこれからボーイズリーグシニアで野球やるっていうお客さんって大人の用の公式用グローブを使うと思うんですけど、はい、結構でかいんですよね。まあそうですね、はい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 、なのでまだ手小さいと思うんで合うグローブがないと見つかりにくい、なのでそういったお客さんに向けて作ったグラブです。でじゃあその世代しか使えないのかというとそうではなく、てっぺんのグローブ全てに共通することがありまして、最初はめた時小さいと感じると思います、はい、中袋を小さく縫製してるので手口がすごく狭いです、はいはい、でこれ皮って伸びるので使っていけばいくほど馴染んでいくというグラブにしてます。なので、うん、はめた感じはすごい小さいんですけど使っていくと大人の方でも使える、コンパクトな好きな方みたいな、はい、これはもう単純に ATM2 の小型バージョンですのでタイプとしては一緒、はい、5本でしっかりとこう掴みにいく、うん、去年は一番人気でしたこの ATM2 の 5mm ショーっていうのね。あ、そうなんですね、はい、はい、人気でした。なるほど、じゃあ3つ目お願いします。はい、 ATM2 が来たら RM6 と、はい、去年同様に、はい、RM6 です。でこれは補給面広くて土手も広く、そして浅くも深くもなるっていうどんな方にでもなるグラブになってます、はいはい、大井さん好みにされてたのがこっちの RM6 ですね。そうですね、形的には RM6 がいいかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ大きいなっていうのがあったんですよね、昔の時も。なるほど、はい、まあ、確かに大きいんですよ。大きいですね、はい、大井さんが感じられる通り大きめです、はい、でまあソフトボールなんかでも全然使えるような型番ですので補給面もすごい広いですし、はい、他のメーカーさんに比べると少し浅いかなという感じです。はい、そうですね、はい、でこれは窓がすごい大きいですね、はい、なのでこれはめると関節がちょうどこの出てくるあたりにあるんで、はい、屈曲しやすい。あ、これ関節が皮にかぶってるグローブっていうのは屈曲性が低いんですよね、はいはい、なのでこの皮かぶってないあたりに出てるので屈曲性がすごく高いです。なるほど、曲げやすい、はいはい、こうそういうグラブになってます、はい、ちなみに ATM2 と比較すると大きさってどんぐらい違うんですかね。だいぶもうむしろ真逆って言っていいことですね。はい、大きめで広いのと小さめでコンパクトなやつ、はい、なるほど、そうです、はい、こんな感じですね、はい、こちらが RM6 と、はいはい、じゃあ次お願いします。次 RM6 を大きいというお客様に向けて、はい、5mm カットした DSK、DSK、はい、はいはいはい、こちら使ったことはないですよね。 ありますね。 ありますか、はい、したらまあ多分大井さん感覚あると思うんですけど、はい、まあほとんど RM6 です。ただ指が短い、はい、5mm 短くなってます。確かにもうパッと見全然違いますね、はい、はい、別のものと思っていただいてもいいと思います。ただ補給面の大きさは RM6 のままですので、まあこれなんかは結構こう当て取りしたいなっていうお客さんはもうサイズ的にもバランス的にもすごくいいんじゃないかなと思います。これを結構こうボックスにするのって難しくて、はいはい、僕は的にはですけど個人的に難しいので、はい、これはどっちかというと小指開いてもらってこういうしっかり開いて、はいはい、浅く使ってもらった方がいいかなと思います。なるほど、はい、RM6 の 5mm カット、 5mm カットです、はいはい、じゃあ2020年新型 MIE です、はい、これはもう先ほど紹介した通り横ひねりのこういうタイプですね、はいはい、親指から行くんじゃなくてこっちからこう行ってしまうっていう、はいはい、でこれは通常てっぺんのグローブ多いのが逆巻きなんですけどレギュラー巻きを推奨してますので、はい、ですのでオーダーしたい方はレギュラー巻きにねしてみるといいと思います、はい、レギュラー巻きにすると親指こっちに開いてくれるんでよりこう閉じ込みやすい、閉じ込みやすいっていう握り込みしやすくなるのでおすすめです。なるほど、 MIE と、はい、はい、でここまでが今内野の5型ってことで、はい、なんかツイッターで見たんですけど、はい、外野用漏れたっていうのを。外野手はねやばいぐらいいいですよ。お、いいですか。やばいです、はい、僕もいろいろこうお店を回って新型出ましたって案内するんですけど、はいはいはい、外野手用はどこのお店行っても100発100中で素晴らしいとおいう声いただいてますので。なるほど、でそれ行きましょうか。お願いします。はい、はい、こちら型番は、型番は TTY という型番、TTY、はい、はいはい、4月から新入社する達也っていう職人がいるんですけど、はい、その子の名前を取らせてもらって TTY。 なるほど、はい、これは完全深くてボックスタイプ、ボックス、はい、はい、皆さんがよく好みにされるパコパカ系、パコパコ系、パカパカ系、縦にこうこういう感じですね、はいはい、そういうグラブを作りました。ちょっと握りいってみましょうか。はい、こういう感じです。あ、す
すごいこう使いやすそうな、はい、もう最高っす。大きさ的にはどうなんですか。大きさはこれ規定ギリギリ31センチです。31センチ、はい、マックスです。大きさ、あ、大きさマックス、はい、はいはいはい。でこれ大きさマックスに感じないんですよね、あんまり。なぜかっていうとこっちが長いんですよ、このここの奥行きが。あ、で指自体はこっちの奥行きよりも短いんですよ。なので確かにこれパッと見なんかそんなに大きくないですよね。大きくないですよね、はい、でもこれギリギリです、ルールない。そうなんですね、はい。でこれ親指と小指に芯材の硬いものが入ってるので、とよりこう締めた時にガチッとこうガチッて感じです、イメージなんですけどで通常ここ土手っていうのは2枚入るんですけど、これ1枚です。薄いんですね、はい、薄いです、はいはい、これはもう通常で1枚になるので、オーダーで2枚にしてほしいとかいうお客様いれば対応はさせていただきます。なるほど。でこれウェブに秘密がありまして、ちょっと僕開発してしまいまして、はい、これ3本見てもらったら分かると思うんですけど、はい、革に輪っかが通ってるんですよね、はい、こっち3本見てもらったら通ってないんですよ、はい、でこう3本輪っか先に通ってることによってこっちにも通ってるんですけど、はい、どう見せたら分かりやすいかな。こっちにねウェブがこう内巻きするんですよね。おーおーおー、はい、こう先っぽがこういう感じで、はいはい、普通外野手のグローブって片付けするとこう外取りしちゃうこと多いと思うんですよ、はい、でもあれってボールが逃げちゃうし、球際のプレーの時に最後のここのね、はい、ここ引っかかった時にこっちに抜けちゃう、はいはいはい、でもこれ内巻きしてるとここにかかった時に内に入ってくれるっていう、最後のもうほんと数ミリのところの勝負にかけたグローブ。なるほど、はい、外野手の球際っすよね。そうです、はいはいはい、結構外野手の球際って貴重じゃないですか。そうですね、これ取ったら勝てるみたいなところって多いと思うんで、そういうグローブを作らせていただきました。なるほど。逆に下3個通してないんですよ。でこのことによって、まあ、ここでね打球取ることっていうのは、まあ、あんまりおすすめはしないんですけど、やっぱりあるじゃないですか、はい、そういう時にこっちが逆にこう奥行き出てくるので、もっとさらにこうこっちにこうアーチがかかると。なるほど、はい、いうグローブを作らせていただきました。こういう感じですね、こういう、はい、外野手の方は一回チェックしてほしいですね、これ。はい、ぜひ使ってみてほしいなと思います。なるほど。で小指もねストレスがなくはめていただけるので、はいはい、説明が難しいんですけど、本当にはめていただければ分かる。なるほど。ストレスのないグローブっていうことになってるので、うん、はい、ぜひ外野手の方お願いします。はい、ウェブはこれのみです。もうこの勝負してます、これに。この一本で勝負。はい、なるほど、一本勝負です。なるほどですね、はい、分かりました。これにかけてます。はい、で外野手を終了ということで、はい、外野手一方です。次ピッチャーですね。ピッチャー、はい、お願いします、はい、まずじゃあこちら SW1 という型番です。はい、SW1、はい、はい、こちらはややコンパクト、そして完全なる横型、ザ・ピッチャーって感じですね、うん、こう握り込んでいくタイプ、あ、こう、はいはいはい、こっちにこう握り込んでいくタイプ、こういう感じの方ですね、うん、この方におすすめしたいなと思います。で、はい、ピッチャー用って中高生、まあもちろんプロも含めなんですけど、結構ね芯っていうかグローブ自体がふにゃふにゃになってしまうことがあると思うんですよね、はいはい、まあ、それってピッチャーにとって結構こうあんまり好みにされない方が多いので、そうなりにくいようにするために親指と小指の芯を硬いものをつけております。そのことによって比較的柔らかくなるスピードっていうのが遅い、はい、なのでしっかりめに使っていただけるグラブになってます。なるほど。まあ一球一球投げるときにこう全部なりますからね。そうです、はいはい、これが SW1、 SW1、はい、横型ですね。はい、横型です、はい、でもう一つありますかね、はい、もう一つちょっと今回ですね、はい、赤色のグローブ準備できなかったんですけど、黒色本来展示会の限定品でして、展示会に来ていただいているお店17店舗でしかオーダーできない限定グローブになってるんですけど、はい、ちょっとこれ特別にね紹介させてもらいます、はい、まあ、型を参考にしていただければと思います、はいはい、G20 という型番で、 G20、 はい、はい、大阪でね、はい、去年開かれた、はいはい、G20 の国際サミット、その時に作られたグローブをそのまま名前をいただきました。なるほど、はい、でこれは横にも縦にもなる、結構こう万能的に、使える、どちらにでも使えるグラブになってます、はいはい、こう使うこともできるし、はい、こう使うこともできるっていう、結構こうどっちにもなるっていうグラブですね。縦も横も両方いけると。でこれは王冠になってます。お、はい、王冠、これはもう G20 自体が王冠なんですか。はい、あ、なるほど。 G20 をこう王冠じゃなくすことはできません。お、はい、もう G20 といえば王冠みたいな、なるほど、感じです、はい、でこちらとプロ野球選手の東北楽天ゴールデンイーグルスの菅原修投手、その選手がてっぺんのプロスタッフとして2020年から活動していただけますの でその選手が愛用する型番がこちらの G20。 あ、そうなんですね、はい、ちょっと写真もまた送らせていただきます。わかりました、はいはい、ぜひ皆さんテレビで応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。てっぺんをテレビで見る日も近いと、近いと思います。いうことですね。ちなみに千葉ロッテにもドミニカ人2人入団したんですけど、はいはい、その2選手両方てっぺんのグローブスパイク使っております。そうですね、じゃあそっちもチェックってことで、はい、
これで全型終了って感じですかね。そうですね、はい。でちょっともう一個気になるのがあって、はい、てっぺんスパイク、はい、ちょっといろんなお店でちょいちょい見てたりするんですけど、はい、ちょっと、はい、見ると、まあ、白も入ってるってことで、はい、改めて説明をいいですかね。はい、じゃあまず赤からいきましょうか、はい、こちら TS3 という品番になるんですけど、ヌバックです。ヌバック、はい、ちょうどモンタナスポーツさんでもあそこに置いてある、はい、あります、はい、ありますね、あそこに、はい、ヌバックです、はい、そして裏は白のブロックソール、はい、ブロックソール、はい、で軽いんですよ、すごい、はい、軽いし、草野球のお客さんだと1日2試合3試合って多分大井さんも、はい、そうですね、あると思うんですよ、はい、金具のスパイク入っててどうですか。やっぱり動きやすいんですけど、2試合目後半ぐらいからちょっと足が痛くなってくるですよね、はい、要は金具って地面からの反発がすごい大きいので、このブロックソールですね、うん、地面からの反発ブロックが吸収してくれるのですごく疲れにくい、痛くならないです、はいはいはい、僕も実際2試合やることあるんですけど全く違うので、一度これは経験していただきたいなと思います。そうですね、でこれ、はい、新品ですよ、はい、新品、ここまで柔らかいんですよ、おー、ソールが、はい、ソールがね、はい、なので馴染みもねすごくいいっていう、うん、ここまで柔らかいブロックソールまずないので、そうですね、なんか乱臭みたいな感じですね、はい、そうですっていうぐらい馴染みがいいのでね、はいはいはい、新品履くと靴ずれ、はい、っていうのも起こしやすい選手でも、まあ、これはねこう柔らかいので、まあ、なかなかこう靴ずれしにくいかなと思います、うん、靴ずれしましたっていう声は聞いたことがないです。こちら TS3 です、はい、でもう一つカラーがあるということで、これがですね TS4 となっています、はい、ネイビーですか。ネイビーです、はいはいはい、まあ、さっきの赤の TS3 のネイビーバージョン、これはネイビーになっています、はい、でラストですね、はい、今年の白スパイク解禁に備えてということで、はい、白もそうですね、はい、今年から高校野球がですね白スパイク解禁になりましたので、はい、てっぺんも便乗しまして作らせていただきました。こちらはですねブロックソールのみとなっております。まあ先ほど言ったように足のね疲労をいかに少なくするかっていうところで、むしろ高校球児の方が金具履いてる場合じゃないやろうと。あ、確かに、まあ、毎日練習ありますので、はい、です、はい、足に負担が大きいもの履いてたらダメだろうということで、はい、ブロックをおすすめしたいなと思いまして、はい、ブロック出させていただきました。これは白にこの赤の刺繍のみですね、はい、ですです、うん、ネイビーの時は金ゴールドに、はい、これが赤ってことで、はい、はい、そうです。てっぺんの文字も目立つと、はい、いうところですかね。なかなかおしゃれに仕上がってるかなと思います。はい、わかりました、ありがとうございます、はいはいはい、というわけで本日はモンタナスポーツさんでてっぺんのはじめさんにてっぺんのグローブの紹介をしていただきました。てっぺんの取扱い店舗としてこちらモンタナスポーツさんも入ってるってことで、はい、新型版の MIE と外野用も入るんですよね。入ります。こちらの TTY とこちらの MIE、はい、こちらはですね確実に入りますので、はい、興味のある方ぜひ来ていただきたいなと思います。そうです、まあ、自分も今はめさせてもらってこのハサミ取りっていうのを、はい、結構自分最近使ってるんですけど、はい、いいなと思ったので、はい、一度ちょっとはめてほしいグローブであるんでチェックしてみてください。今回ですね大井くんにぜひうちのグローブを使っていただきたいということで、はい、オーダーしてきました。ありがとうございます。それがこの型番の MIE。 はい、 MIE、はい、まあ大井くんならこれだろうと、はい、古くから知ってるのでね。そうですね、はい、この型であろうということで、はい、ちょっと作っていきましたので、これをですねぜひ草野球で使っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、でこれも本当にハサミ取りなんで、はい、ちょっと今後またこれを使った動画を多分これ近日アップされると思うんで見てほしいかなと思います、はい、でこれはじめさんに片付けもしてもらってもだいぶこう使いやすいんで、してきました、はい、これは今年自分一番売れてほしいグローブだと思うんで、おこのハサミ取りですね、はい、ちょっとこちら注目してほしいかなと思います、はい、そしてあとはじめさんも YouTube を今年から力入れていくということで、はい、今登録者が何人ぐらいですか。2000人いかないぐらいですね。ですか、はい、で目標は今年の目標は1万人1万人ですか、はい、じゃあ1万人目標ってことで、はい、基本的にグローブの詳細とか、はい、型番の詳細を全部アップしてるんで、そうですね、気になった型番の詳細が見れると思うんで、はい、はじめさんの YouTube チャンネル概要欄から飛んでチェックしてみてください、はい、そして取扱い店舗となっているモンタナスポーツさんのリンクも貼っておきますのでこちらもチェックしてみてください。そんなわけで本日はてっぺんグローブの紹介でした。今日のマシロチャンネルは以上です。あるでしょ。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちらローリングスの東京オリンピック仕様の軟式グローブになります。こちらオリンピックのエンブレムを再現したカラーリングプラスゴールドとホワイトが入っており、
めちゃくちゃ目立つグローブとなっております。草野球で使ってたら間違いなく目立つド派手なグローブ、こちらを1名様にプレゼントします。ラベルにもゴールドが入っております。続いてこちら、フィールドフォースのインサイドアウトバットになります。こちらは昨年末にブレイクしまして注文が殺到したバットとなります。ボールの内側を打つことができるようになるためのバットということで、ぜひ一度試してほしい野球ギアになっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。ありがとうございました。